シード戦4試合目いきましょう。チェウォン VS アマテラス、ステージに上がってきてください。それではこの試合のビートを DJ タで聞かせてください。シード戦4試合目行かせていただきます。先攻チェホン、後攻アマテラス、8小節かける3ターン、レディーファイト。ヨーアマテラス、先は俺が道に迷ってるとこ、絶風横浜の行き道を教えてくれてありがとう。だがここステージに立った以上は本気でやらせてもらう。 OK ジャンケンみたいなギャンブル、人生の中で出会いやバトルを感じる肌で定めを見定め、何度だってかまげ、口だけのヘタレは黙れ。黙らじゃない、教えてあげてるんです、優しさなんです、ちょっと最後まで聞いてください。まだ説明終わってないです、迷ってんなら入り口あちらです、帰ってください。まだまだ指先刺してよ、あっち迷ってるお前は。何が愛した名前は緑、アマテはアマテで一人。入り口あちらです、帰ってくださいはちょっとヤバくない、出口はあちらですやろ、言い方間違えてる、緊張してる、確実にグラサンの奥は泳いでる。はい、何もしないプータローよりも目指した現場の本番を、俺らにいらない教科書、マイク一本で開く突破口。教科書はいります、もっと高いの知識をください、読みます読みます、ネット使えないやつ、教科書で俺が書いてます。え、入り口そりゃ入るからさ、引くのは押すのは同じ出口さ、こっちが入り口それは出口、同じ扉なの、こいつバカだろ。いや確かに入り口出口はちゃうけど、言い方の問題を俺は言ってるんです。まあごまかして今頑張ってるけど、ちょっとヤバいじゃないの、アマテラス。俺がチェホン、お前もチェクロン、こうやって身振り手振りばかりでごまかしてるのバレバレ。いや俺が勝利をいただいたぜ、出口はあちらです。いやそれ俺がワンバース目で言ったこと、お前ら手挙げてやったらあいつとあいつとあいつだ、お前ら仲間だ、それ以外は味方だ、よかったな俺の味方だ。それはどういうこと、入り口出口人の味方だ、3バース目ごまかすな、こいつじゃん。俺のことはまあどうでもいいよ、じゃあお前はどうなのって話だよ。終了。どちらか片方に拍手をお願いします。先攻チェホン、高校アマテラス。すいません、片手挙手でお願いします。先攻チェホン、高校アマテラス。延長。それでは DJ になるこの試合のビートを聞かせてください。それでは延長戦に行かせていただきます。先攻アマテラス、後攻チェホン、8小節かける3ターン、レディーファイト。悪いけれど俺は迷ってない、迷ってるのはチェホンだけだし、もしくは延長お前ららしい、それが決めれない怨念らしい。俺は迷ってない迷ってない、決まってます、俺こそ決まってますよ。え、チェホンサングラス、いやここにしてる方が迷ってます。サングラスここにしたら迷ってるんですか、どうなってるんですか頭の中、初めて聞いたけど、そんなラップでごまかしてるアマテラス、どうかしてるぜ、俺なら俺のやり方バッバリ、そんな批判でもできるぜ、ストリートのやり方でやりますって聞こえてないの、滑舌いいで俺。多分サングラスっていうのは目日焼けしないために目にかけるものなんです。そこにかけるのはおしゃれですか、でもそれは違います。 you know? 人それぞれ靴ひも結ぶこと、ここでダボって切るズボンのやり方も、まあそれは一人一人するってズームだが、でもちゃんと正式に着るのが当たり前だから。君はここにバトルしに来てるのか、それともファッションチェックをしに来てるんですか。
そんなお前よさらんでも雑誌とか見て俺も自分でやってます。ネットできない大人とか言ってたけど俺もガッチリやってます。 SNS はやってないけどな、そんなことやってるやつは俺はローガイ。俺は俺のやり方昭和アナログ。だったらワンバース目から最初までさっきの風魔の小太郎の試合みたいにお前が例のやれよ。ラバダブやってないで3バース目こそファッションチェックをチェックしてるじゃないですか、チェホン先生。確かにチェックマイクロフォン、チェックマイクロフォンのチェホンだ。3バース目からチェックチェックワンツー、お前こそ最後ラバダム言うのんせん。今日どうしたんすか、マジで調子悪いですね。俺風魔の小太郎とやりました、やってないよね。1回戦の相手はバラです。あいつがここ地元、あいつの頑張った分も俺背中背負ってるから、あいつにあっこでリスペクトもらった。俺はやるだけ、お前のそんな下手くそなラップは退屈やわ。終了。それでは判定の方に移らせていただきます。先攻アマテラス、後攻チェホン、勝者チェホン。アマテラス、ぜひ一言、大丈夫でよろしいです。ありがとうございます。